情緒的なトラブルが増すということは、子供にとって喜怒哀楽が周りの人たちとのトラブルの原因になるという意味になります。次に、親の12の手口の、一つ目である子供が食事をする環境を自分が望むようにコントロールする親の手口。この結果、子供に起きる有害な可能性として、摂食障害や何らかのアディクションを招くと書いてあります。摂食障害というのは、よく聞く言葉でもありますが、意外に周りにそういう人がいるかというと、知らなかったり、